アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、11月のマイリトルボックスを開封していきたいと思います。マイリトルボックス11月ボックスはこちらです。リラックスということでね、ちょっと緩い感じのイラストがついているんですけれども、こちら開けるとこんな感じ、こう雲の形に切り抜きがされてて、なんかモコモコした素材が触れるようになっています。だからこの仕掛け的なのは初めてかも。このふわふわしてるやつが今月のこのコスメが入ってる巾着ですね。素材だいぶ変えてきました。ここにマイリトルボックスって書いたタグがちゃんとついてます。とりあえず中身全部出していきたいと思うんですけれども、はい、カタログの方もね、こんな感じでリラックスムードが漂うようなビジュアルになっています。そう、この時期になるとルームウェア欲しくなるんですよね。暖房ガンガンに効かせて部屋の中で薄着でいるっていうのが私の冬のね、好きなスタイルなんですけれども、じゃあ早速中見ていきましょう。まず一つ目、こちらソックスです。これね、こんな感じでついてて、どうもマイリトルボックスのオリジナル商品ではなさそうですね。メイドインイタリーって書いてるんですが、こうね、ちょっと軽いチープな感じの美獣がついてるんですけど、この前もラメのソックス履いてましたよね。結構ソックスを押してくるんですが、なんかこちらはソックス自体にもラメが入ってて、前のはシースルーだったんですけど、今回はしっかりと目の詰まったタイプになってます。なんかね、トランティアンとかに売ってそうなソックスですね。私靴下好きなんですけど、自分で買うときはほぼ黒ばっかりなので、こういうくすんだブルーとか履いたことなかったんですけれども、まあ、ポイントね、可愛いので普通に使おうと思います。次2つ目ですね、こちら、はい、レターボードだそうです。でもね、あんまり重くないですね。あなたの想像力が試される時が来ました。なぜならこのレターボードにどんな言葉を綴って何を表現するかはあなたの自由だから。使い方は無限大です。ここにいくつかのテキスト例を紹介しておきますので、うんたらっていう風に書いてるんですけど、そこがね、モチベーションを高めたい時、 Now over never、 Work hard、 Dream big とか、なんかねちょっとこうマイリトルボックスが好きそうなメッセージがいろいろ書かれてるんですけども、まあ中がどんな感じかというと、おー、こんな感じ。ちょっとね、チープかなっていう気がします。フレームもちゃんとついてるんですけど、実際見るとここがね、なんかプラスチックって感じで、ここも画面で見ると普通の黒板みたいに見えるかもしれないんですが、多分同じ素材ですね。これ思いっきりプラの素材になってます。で、ここにこのマイリトルボックスっていうロゴがねついてて、これをこの溝のところにこんな感じで挟んで使えるというものになってます。で、もちろんこのメッセージはマイリトルボックスだけじゃなくて、こういう別の箱中にこんな感じ、まあ、記号とかアルファベットがね一文字ずつ入ってて、裏に出っ張りがついてるので、これをこのメッセージボードの隙間のとこに挿して、このイラストみたいな感じにね飾ることができるみたいです。まあ、インテリア系のグッズはね、やっぱ色味とかがお部屋に合ったり合わなかったりっていうのがあると思いますので、まあ合う方だったらね、なんか玄関とか、あとどっか出窓的なとこに飾ってもいいのかもしれないんですけど、なんかお家でお誕生会とかするときにここメッセージセットしてテーブルに置くぐらいだったら使うかなと思います。なんかお花とかで飾って、でも色味的にちょっとなんか夏っぽい感じですよね。クリスマスパーティーとかにはあんまり向かないかなっていう気がするんですけども、まあ、今回ねボックス頼んだ方でこれいい使い方があるよっていう方はぜひコメントでシェアしてください。マイリトルボックスの雑貨はね、たまにものすごいものが入ってたりするので、全然それに比べたら実用的なうちかなと思います。さっきのね巾着はちゃんと閉じるとこんな感じです。で、肌触りもねふかふかしてていい感じなんですけど、結構ね毛が抜けるので注意です。今この辺待ってるんですけど、で、中身コスメはね結構充実してますよ。まずこれからいこうかな。マイリトルビューティーのアイテムは今月ルームスプレーです。これねちょっと新しいですよね。スキンケア、ボディケア、ヘアケアときで、今度ルームミストですよ。ちょっと拭いてみる。出ない、最初だから出ない。何の香りだろう。なんかこれにすごく似た香水を嗅いだことある気がする。あ、ほらほら、さっきのボードね、インテリアがこんな感じのテイストの人だったら多分おしゃれに置けるんですよね。うちちょっとテイストが違うからな、ちょっと使い道考えないとって感じなんですけれども、このルームスプレーも私が持ってるやつは結構爽やか系が多かったので、割とねパウダーリーというかお花っぽいフェミニンな匂いがするので、気分転換で使い分けしようかなと思います。
次、これ使ったことないけど地味に嬉しいんです。ビフェスタのクレンジングオイルポアクリアということで、クレンジングと洗顔両方できるものみたいですね。 230ml。 このビフェスタといえば2層式の水色のポイントメイクリムーバーが有名だと思うんですが、私あれはねいまいちピンとこなくて、というかまあポイントメイクリムーバー普段から使わないからあれなんですけど、まああれがね有名なビフェスタの、こっちは顔全体に使えるというクレンジングみたいです。でね、この巾着のモケモケ、毛穴クリアっていう風に書いてて、この時期毛穴の汚れ結構気にしてる方多いみたいで、コメントとかもいただくんですよね。なので私これちょっと使ってどれくらい毛穴の汚れ落としてくれるかチェックしていきたいと思うんですけれども、このね毛穴ケア成分配合っていうところにアーティチョークエキスって書いてるんですよ。でアーティチョークが入ってるスキンケアっていうのでピンときたのが、私の好きなアンサージュっていう通販のスキンケアがあるんですけど、そこがね大人のそういう毛穴の悩みに効くみたいなスキンケアのコンセプトなんですけど、全部アーティチョークの成分が入ってるんですね。なのでこれ見て、あ、やっぱり毛穴系はアーティチョークなんだなって思ったんですよね。なので私あのアンサージュのねスキンケア好きだったから、同じアーティチョーク系だったらいいかなと思うんですけれども、ちょうどねクレンジングオイルがちょっと切れそうだったので、次普通にシュー買うか、温感ジェルっぽいねクレンジング冬だから入れようかなとかいろいろ考えてたんですけど、まあ、せっかく入ってたのでこれ使おうかなと思います。ちょっとメイク落ち実験してみましょうかね。じゃあちょっとね手の甲に落書きしていきたいと思うんですけども、まずファンデーション、これね前のマイリトルボックスに入ってたあのプリマビスタのやつですね。これを手の甲に塗って、ここにねちょっとこのラメラメのアイシャドウをのせていきます。がっつりとこんな感じ。そこにマスカラちょっとねシャシャッとこんな感じでつけて、でリップライナーですね、リップ描いて中を口紅で塗りつぶします。汚くなったけど、アイライナーですね、こんな感じ。これをね今からこのビフェスタでオフしていきたいと思います。おお垂れる、いきますよ。結構ゆるいオイルですね。感触はすごい好きな感じです。メイク馴染みも結構早いんじゃないかな、もうだいぶ馴染んでますよね。この辺こすってなかったからマスカラこすりますけど、でマスカラはね多分お湯でオフできるやつなんですよね。お湯でオフできるやつってクレンジングつけるだけだと結構こんな感じで残りますよね。ちょっとこれで洗い流していきたいと思います。こんな感じ、綺麗さっぱり落ちてくれました。洗い上がりも特に乾燥したりとか突っ張る感じはしないですね。今特に化粧水とか何もつけてないです。まあビフェスタなので多分ドラッグストアとかで買えるくらいの、そんなに高くないプチプラなクレンジングなんだとは思うんですけども、私あんまりプチプラのクレンジング使ったことないんですが、まあ悪くない使用感かなと思います。結構ねお肌スルスルになってますね。でしかもポンプタイプなので、ほんと急いでる時にパパッと取り出すことができますし、メイク馴染みも早かったので、急いでる時とかメイク濃かった日にはすごくいいんじゃないかなと思います。今日から洗面台に置いて使おうと思います。で次、これね個人的にめちゃくちゃ嬉しかった、サボンのアイテムなんですけど、これ見覚えある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。結構前なんですけれども、アンドロージーにサボンの付録がすごいたくさんついた時にこれ2つとも入ってたと思うんですよ。デッドシーのシャワーオイルとデッドシーミネラルボディーローションです。私あれ開封した後ほんとねすぐこれ使い切ったのでめちゃくちゃ覚えてるんですけれども、このねデッドシーのシリーズパッケージもかっこいいんですよね。こんな感じで線がされているので剥がしていきたいと思うんですけれども、そうそう、サボンのデッドシーはこの香りですよね。皆さんサボンのアドベントカレンダー買いましたか？私はね発売日すっかり忘れてて、気がついたら11時だったので、はい、オンライン覗いたらね案の定完売で、で店舗はねすぐその時買いに行けば在庫あるって言われたんですけど、ちょっと行く時間がなかったので完全にね買い逃しました。はい、あーデッドシーいい香りですよね。私サボンの中では一番このラインの香りが好きかも。でこれボディーローションって書いてるんですけど、テクスチャーはほんとクリームみたいな感じでかなりこっくりしてます。オイリーなのでスルスル伸びてくれるんですけれども、この量なので体全体に使ってたら結構すぐなくなっちゃうんですが、私は前回もったいなくてハンドクリームみたいにして使ったと思います。すごいね潤うの。でも表面はサラサラなので、夜だとちょっと物足りなく感じる人もいるかな。私はもう日中こう手を使うからベタベタしたくない時用のハンドクリームで使おうと思います。
で、もう一つね、こちらのシャワーオイルですね。これはね、出すとちょっと垂れちゃうので、このままにしておきたいと思うんですけれども、まあ普通に体を洗えるアイテムです。30ミリなので、デイリーユースしてもいいんですけど、それこそね、年末年始の帰省とかに持っていったらちょうど1本使い切れるんじゃないかなと思います。ほんとね、このシリーズの香りはね、個人的にすごく好きなので、もう今回入ってたっていう方はね、香り楽しみながら使っていただきたいなと思います。すごい、今年の冬もこのサボンのデッドシーの香りね、嗅げると思ってなかったのでめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、今回のボックスの内容はねこんな感じでした。で、いつもね私見逃しちゃってるんですけど、箱の底にね来月の予告みたいなの入ってるんですよ。で、こちら12月ボックスの予告になってるんですけれども、星のように私たちの心を踊らすアイテムや、クリスマスにふさわしいエレガントな女性の美しさを叶えるパリのラグジュアリーブランドのアイテムがいいということなので、パリのラグジュアリーブランドっていうのが、まあ、コスメのブランドなのか、それともなんかこの雑貨系のブランドなのか謎なんですけれども、ちょっと12月のボックスもね期待できるかなと思っています。はい、というわけで、まあ今回内容はね、まあ、靴下も遊び心あってすごく面白いなと思いましたし、まあ、クレンジングもねすごいタイムリーで嬉しかったのと、まあ、もちろんサボン好きなんですけど、まあ、雑貨系ね、まあ、このポーチ可愛いんですけど、私は何よりこの毛がね抜けるのが非常に気になるので、これはちょっと使わないかなっていうのと、このレターボードね、これはインテリアによって合う合わないあるかなとは思うんですけれども、まあマイリトルボックスらしい雑貨かなと思いました。あんまりビューティー系のボックスにねこういうアイテムは入ってこないと思うので、まあまあらしさをね出せたアイテムなんではないでしょうか。というわけで、今回はマイリトルボックス11月ボックスを開封していきました。最後に今日のメイクです。今日のアイシャドウは MAC の I like to watch ですね。そしてリップも MAC のアイテムです。リップスティックのツイーク使っていました。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。